はいどうもパチョです、えー、今日は何の話をしておこうかっていうとねまあ僕 YouTube やってるじゃないですか、まあ、YouTube やってる最初の目的ってやっぱ金だったんですよ <laughs> まあって言ってもこうなってねあのー、まあいろんな目的はあったんだけどまあ主目的は金なんですよやっぱあのチャンネル登録者増やしてえー、ねあの喋、ー、るだけで収入が入ってくるなんて素晴らしいんだろうっていうね えそういうことで始めたんですがまあ基本的にはねチャンネル登録者も増えないしまあね微妙に増えてくんだけどまあとはいえまあこれが収入になることはまあほぼほぼないだろうというような状態で <coughs> まあでもこれで趣味でねずっと続けていくつもりではいるんですけど、えー、まあ年齢をね重ねるごとにちょっとね昔は全然こだわりのなかったお金が欲しくなってきました。 一応ね、今僕が仕事を続けてきて、<laughs> まあ、キャリアを積み重ねていくことで、まあ、収入は増えていったまあ、どうだろう。<laughs> 今ね、年収的には、まあ、税金とかがあるからね、だいぶ取られるとはいえ、400万に乗ったんじゃないかな、今年の年収はっていうぐらいのレベルの年収に。 なってるんですよね <laughs> まあどうだろうあのリーマンショック前の派遣で働いてた時が多分400万は超えてたと思うんですけどそれ以来かな <laughs> まあ十何年長いね遠回りしたんですけどでねあのー、なんかねそのお金に だから普段普通に生活をしながらあのお金を増やしていきたいなっていうことを思ってねまあ僕は前までねその <laughs> この仕事を始める前にまあ株をやってたことがあってね、まあ、株をやってた時っていうのはまあじねあのー、<laughs> 1億円貯めてリタイアするつもりで まあね最初80万ぐらいからさ始めてまあね追加資金を投入したりもしながら8年間負けあの、ね、年間トータルでは8年の中で8年連続で勝ってまあ最終的に貯金が400万ぐらいになるまではいったんですけどまあねあの仕事を辞めたりしてそれで生活費として使ってしまってもう株は一切持ってない状態で貯金もないという状態になったんですね。 ただ今ね、あのー、生活も安定したんでまあ <coughs> 正確に家の中にある貯金がどの程度か分かんないんですけどねまあおそらく100万以上は持ってるはずなんですよ僕だからその資金を使ってまあ新しくやるのもいいかなとは思ってんだけどまああのー、その当時はねすごい株の勉強をしてたあのー なんだけど今ね、そ,のそっち方面の勉強を全くしてない状態でいきなりその不労所得を求めて、ね、その株を買うということにね、まあ、ちょっとした、ね、リスクというかを感じているということで、まあ、とりあえずそれは置いときたいで、まあ。で、あとね、その手間のかかること。えー、僕で言うとね、今ね、朝5時半にし仕事に出かけて、 で、この YouTube を撮って帰るのが、まあ、夜の10時半を回るぐらいなんですよね。まあ、そうすると、ね、あの、家に帰ってからの時間っていうのは、まあ、10時半から、えー、っと1 2の、1、2、3、4、5時間。まあ、7時間ぐらいじゃないですか。まあ、それの中に睡眠時間がおそらく5時間ぐらいはあるんで。うーん。 そっとなるとね、もう全然時間がないという状態。で、まあね、趣味のゲームだの、ね、休みになれ YouTube の撮影だの。っていう話になると、本当になんか副業とかやってる時間もねえし、なんかねえかなって。あの、いや、あのね、やっぱりその、ね、断捨離じゃないけど、やっぱ不必要な趣味。 まあ、だってお金にならない趣味。まあ、言,ってみ言っちゃえば、この YouTube とか、あのー、ゲームとかをやめてそのお金になることをひたすらすればおそらくはお金になることはあるのよ。まあ、例えばね、まっすぐ家に帰ってとか、まっすぐね、あその仕事終わったら家に帰って、ね、それこそね、ウーバーイーツとかや,やりゃいいわけだし、あのー、ねえ、 世の中にはね転売とか背取りとかやってる人間もいるわけじゃないですか。まあ僕もね一応はその価値のあるものというものをねあのー、まあし、ね、全く知らないわけではないもんでまあ、ただねそのーなんかね運送屋さんが来るような時間にあの僕が家にいることはまずないしあの <laughs> でお客さんとのやり取りをね あのー、仕事時間中にやるのもなんかちょっと変な話だし。<laughs> というのでなかなかそれも難しいと。まあ、してねなんか転売なんてのはね、あのー、僕の中でもどっちかっていうとねあの避けたいというかなんかそのね転売ヤーさんがね、あのー、転売対策でなんかやられて大損こいたざまあーっていうような動画をね あの好んで見てた口だから、あの、<laughs> なんか今、今俺、俺の中で、あの、ざまー,ーっていうのをね、あの、某コロナで亡くなった某 YouTuber さんのあれ、あの、あれだけど、なんか久しぶりに思い出しましたけど。<laughs> あな,んかなんか今自分で行ってなんかちょっとおン地な気分にあのー、すごくね、あのー、た楽しみにして見てる動画だったんでね、まあ、ある日突然亡くなりましたっていう話になってあびっくりした記憶はあるんだけどねその人はねあの <laughs> まあそれはそれで置いておいてでねなんかないかなと思ってでまあねこういう商売をやってるんで、まあ、金属でも集めるかって まあ要するにあのホームレスが空き缶を集めるじゃないですか。なんかそれみたいなことでもしてみるか。まあ現場なんかってさ、その金属のスクラップゴミとかってさ、その、めちゃめちゃ出てそれをね、まあ換金したりとかするわけなんだけど、もうこっちも個人でもうその、ね、車でどっか遊びに行くわけじゃないですか。遊びに行った時とかにもう集めてみるぐらいの <laughs>。ただね、あれもね、なかなか金にならないんですよ。 まあ言っちゃえばあの鉄、鉄のゴミって、あの銅とかってさあのよ、よく電線盗まれたりとか、よくあるじゃないですか。あれ、銅金になるからね盗、盗まれるんであって、あの鉄ってなかなか盗まれないじゃないですか。鉄金にならないんですよ。で、銅なんてのはなかなかないから、なかなかないから金になるんであって、まあ、銅とかアルミとかね。 金属の分別もめんどくさいしね。で、鉄として、その、売ろうとすると、キロ50円ぐらいだったかな。だからさ、例えば車にさ、そのキロ50円のものをさ、あの、50キロ分乗せて運んでったとしてさ、2500円とかになるわけじゃないですか。 <laughs> で、2500円から、ね、ちょっと手数料取られたら、もう合ってないようなもんですよ。その、1人一人分ぐらいの重さの鉄を運んで、結果、それにしかならないとか、めちゃめちゃ金にならないじゃないですか。で、まあ、して、重労働でしょうしね。そう、それだけのものを集めるのに。<laughs> っていうことになると、ね、そういうのもなかなかうまいこといいかな。 でね、ちょっと前にね、僕、ポイントサイトをね、やってみたんですけど、あれね、一月ぐらいは大丈夫なんだけど、<laughs> あのー、なんかそっから先飽きちゃうんだよね。で飽きちゃって結局ね、あのー、お金に換金するまでもなくっていう感じでね。うん。<laughs> あのー、僕、結構移動が多いんで、その移動がポイントになるポイントサイトね、 まあそれこそ月でどうだろうあの2000円ぐらいのあれにはなったんですけどなったんですけどなんかでもそれもねなんかその動いてるというか動かされてるような気分になってなんかちょっと尺だなみたいなところもあるしな,なかなかうまいこといかんのっすよねうん本当に何かねあの楽して儲けまあ楽して儲ける っていうことを考えてる段階でダメなんでしょう,けど、ね、もう本当にねあのー、まあ結局おそらくってか本当に今家にいくらあるのかっていうのがまずねあの正確に知らないから俺多分ね150万ぐらいあるんじゃねえかなとは思ってんだけどだからそれを元手に何をするかっていうのを本格的に考えなきゃいけないなと思ってまあね第一候補は株なんですけど まあおそらくね、そのぐらいの感じの値段だったら、高配当株みたいなやつを買えば、ねえまあ、年5万ぐらいにはなると思うんで、まあ、それプラス、また、ねね、1年の間にできる貯金を50万ぐらい入れていくっていうことで、ねまあ、それが、ね、150万あったやつが200万、次の年は200万になって、配当が、ねまあ、5万いかないぐらい入ってみたいな。 まあそれをね、あの、ねずみ算式にガーッとやってって、どこまで増やせるかみたいなことぐらいしかね。まあ、ね、結局不動産とか怖いし、元手もないし、やっぱ株よりはね、ちょっと元手がいるんでね、あれだし。まあ不労所得っていうことを考えると、やっぱそっち側なんじゃねえかなっていう。 でまあ、不労所得っていうことを考えないで働いてでも儲けるっていう手もあるんだけどやっぱりそうすると自分の行動時間拘束時間がうーんどうなんだろうっていうね拘束時間が今長すぎるからさすがにその副業っていう,もう死ぬ気でやりゃできるかもしれんけど本当に死にそうだからねさすがに そこまではやっていけないよねそんなことをするんだったら、あの今の自分のねあの、作業員としてのスキルをちょっと上げたいなっていうような気もする。そっちはね、別にもうこれ以上スキル上げても給料には反映されないんだけど、もう自分の業種的にはもう限界に近いぐらいの,あの給料だと思うんで、まあ、会社がいくらもらってるかも俺理解してるから。 っていうことを考えたらあんまりね金にならないと思うんだけどまあでもそれでもねやっぱ自分のスキルアップもしなきゃいけないっていうことでねまあ結局ねあのー、楽してもかることなんか全くないしで自分で働こうとしたら拘束時間があるしでまあねその不労所得を目指すとすりゃリスクがあるしということでね全くその解決の糸口がないまま あの貯金だけは家にあるという状態ででまあ収入一応一応の働いてる年収としてはちょっと上がっていい感じに上がってきたっていうまあ、ね、何もすることなく <laughs> 40代をえ過ぎていくというほんとそれいかんのだけどねいかんのだけどどうなんだろうっていうそんな感じはします <laughs> <laughs> まあ、結局、あの、結論出ずです。まあ、てか、ね、結論出たらもう最初からやってるよっていうね。あの、分かってません。だで、もう本当に、あの、金欲しいなーって、ぼーっと思ってる感じっすね。えー、そんな感じで、えーまあ、最近ちょっと金のことばっかり考えてますよっていうね、寂しい話でしたわ。じゃあ、終わりにしましょう。以上、パチュでした。バイバイ。